はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は天空中央高校9000点突破を目指してやっていきたいと思います。イベントデッキの方を見ていきますとこんな感じです。で、天空6股でね、行った場合、これ毎回言ってるんですけれども、井戸端がね起こった時のちょっと処理ができないんで、今回リスクヘッジをしてます。まずはホムラちゃんですね。ホムラちゃんは彼女キャラではないんですけれども、最後にエピローグ経験点をくれますというのと、レンちゃんですね。レンちゃんは今回野手で来ているんですけれども、トゥルーエンドに進んでいきます。もう金徳とかはね関係なく、本当に経験点を目指してやっていきますので、でレンちゃんねトゥルーエンドに進んだ場合、他の彼女キャラと、比べて、評価ねちょっと低くてもエピローグ経験点マックスでくれるので、とりあえずこの2人はだいたいほっといてもなんとかなるかなというところで、もし井戸端がね起こった場合はこの4名を、名義に評価を回復していきましょうというところで、やっていきたいと思います。じゃあまずは練習ですね。例によって、監督にか、本当にね天空のね最初2回分練習どこ行けばいいんだかっていうのが迷走するんだけど、レンちゃんはね振ったら振った時に経験点くれるし、エピローグはエピローグで経験点くれるんで、ここはレンちゃんと雷と東雲がいるとか思ったけど、まだエンジェル連れてこれないんであんまり関係なかったね。さてここからですね、エンジェル集め。篠宮と矢部くんか、4人いるね。これさ、最初の矢4人ってね結構意味ないんだよね。どうしようかな、発掘するか。例によって最初は小筆を連れてきましょう。でね、本当にね1人追加で来てくれるだけで全然違うんだけどね、来ない。で、今野ちゃんはね今回、イベント数が多いから連れてきました。ただそれだけ。で、告白2回組はね、告白2回目を取って経験点を狙っていきましょう。前回はねちょっとマネちゃんがね来るのが遅くて自分1回目で取っちゃいましたけど、もう2回目でいきましょう。よっぽど7月とかが第1回目じゃない限りは。あとね黒金行ってゆかり様ね、ゆかり様も筋力要因で引き抜いておきたい。来い、来ない。あと何人だ、8で今9、10、もう一回次やってこなかったらもう来ないってことだよね。練習は除いておいて、虹谷と東雲か、ちょっと派遣したいといえば派遣したいな。派遣しよう、いけ。よし、まずは虹谷ここで10とか、マジかよ。ゆかり様40、まあまあ悪くない。虹谷はな、確かに小筆ちゃんとかね口説けなさそうだからね、虹谷だと。コツが来てるね。小村ちゃんのコツはでもな、どうしようかな。虹谷やべか、そうだな、もう一回発掘しておくか。で、どこにする、暁大付属だ。スミカちゃんだね、スミカちゃん。サクスペってさ、ガンダーの出番ほとんどないよね。アプリの場合はさ、練習した後になんか宝箱持ってきてくれるんだけど、サクスペはそういうのがないから来ない。ガンダーの存在がより薄くなってる。で、あとはじゃあちょっと練習しつつとっ捕まえてくっか。マネちゃんだな。で、雷を派遣して、よし、いけ。小筆、ちょっと小筆の上がりが良くないか。
と今野ちゃんと雷、うん、ここはマネージャーがいないけど虹谷と東雲がいるんで、まあ、松は集めましょう人を。よし30、まあ30だねやっぱり。あ、東雲くんが行ってくんなかったか。これどうする、評価を上げるか体力を回復させるか。評価はね、まあ、天空の場合はエンジェルレベルを上げれば上がるんでさほど気にしなくても大丈夫でしょう。ちょっといるキャラを上げとくか。じゃあ今野ちゃん、おお、キバリモートが上げられない、筋力不足か。マネちゃんは乗りましたと。しぐれちゃん、雷、うん、レンチョン、矢部くん、一人ずつか。しぐれちゃんを上げつつ雷に行ってもらうか。よし、OK。 10か、手ごわいね。わりかし出動してくれるけど手ごわい。告白1回目ですね。まあ、ここは、まあ、引き受けて根気よくいきましょう。根気よく、なんかこの世界のさ、男のさ、告白してくるモブキャラってさ、ろくなやついないよね。木村ちゃんに告白してるやつもさ、なんかすげえ自分勝手だしさ。しぐれちゃんはまあそうだよね、告白イベント来てるんだから乗ってるよね。キバ妹なんだよな。エンジェルのレベルを上げればキバ妹は乗るかな。乗らない。もう一回あげよう。じゃあキバ妹はね、一回で彼女になる、かつクリスマスのボーナスが高いんで、ちょっと評価上げときたい。ここはもう10月半ばだからね。おお、超イケてる。よし、来た。さすが超イケてるね。積極的だね。超イケてるって言った後に、まあ、別にキバ妹からなんか仕掛けてきてるわけじゃないんだけどさ、いたずらされてるだけで、まあ、これで安心だね。できればキバ妹とちょっとクリスマスを過ごしたいね。マネちゃんも1回目か。ここは駆け引きをしましょう。スルーしましょう。スルー80入るかんね。これででかいよね本当に。今野ちゃん逆にまだ乗ってないのか。これはちょっと矢部にも頼むか。東雲プラス矢部、まあ、自分で言ってもよかったかもね。どうだろう。とりあえず東雲が言ってくれた。よし、ゆかり様が最大、矢部も、おお、小筆いいね。で、発掘的にはまだあと1人ね、発掘しないといけないんだよね。これどうする、体力を減らすかやる気を減らすか。やる気を減らそう。これね完全な選択肢がないからね。特に本当にやることがないんで、ちょっと待って、上げられる人たちを上げていきましょう。これで、あとひかりちゃんとかも上げられる、さゆりさんも上げられるか。敏捷と精神が若干足んないのか。あれ、3人あと入れられるのってこと、もう一回発掘しないとダメじゃん。どうする。そうすると、ダンジョンだなやっぱり。ちょっと毎回ね似たようなメンツになっちゃうんですけど、まあ、ただやっぱりね経験点は重要なんで、経験点キャラですね。来い、来ない。ミサちゃんはね、
イベントとかは本当に優秀なんだけど、ちょっとエンジェルとしてはね使いづらいんですよね。そこが難点なんだよな、天空での。騎馬妹、篠の目一人ばらけてんな。レンちゃんちょっと上げとく。虹谷に行ってもらおう。それで20か。やっぱりちょっと苦戦してるかな。11月でしょ今。まあ、マネちゃんはどうしようか。選球眼で劣っとく。レンちゃん3。あ、ここ3人いるか。まあ派遣部隊はいないけど、ちょっとそろそろハートも気にしていく。コノちゃん乗ってないしね。あ、もうコノちゃんはね別に後の方でもいいんだけど。何好きなの。あ、その味って別になんとか味とかは言ってないんだ。お、あれちゃん最初に声が来たか。もうしょうがないよね。でもこれだったらどうなの。もう2回イベント起こすか。いやダメダメしとこう。デートをするわけじゃないからね、どっちでもいっちゃどっちでもいいんだよね。ちょっと回収部隊がなあんまり働いてないな。2人か。3人いたらよかったんだけどな。ここちょっとじゃあ東雲くんに行ってもらうか。ハートを回収して、東雲行かない。頑張れ。これ何回起こるっけ。3回くらい起こるっけ。村ちゃんのバイト、村ちゃんのバイトね1週間で終わるときあるからね。バッティングセンターって何をしてるんだ。バッティングセンターの店員さんってやべか。ちょっと派遣部隊が微妙だな。俺が行くしかないか。スミカちゃんはもうここまで来たらもったいないからね。発掘しよう。経験点をくれる人を発掘しよう。そうするとブレインマッスル、ビビちゃんはね技術なんで、技術はただ余るんだよね。ってことは SG ヒカミンでいくか。拘束しないととか。そりゃそうだよね。普通だよその反応が。さてしぐれちゃん2回目が来たけども、どっちが評価高い。キバ妹としぐれちゃん、ここら辺でねしぐれちゃんどんどん上がっていくからね。マネちゃんも来たか。週をまたいで彼女が2人できた。すげえなこいつ本当に。チャンスコツもつかめたな。4人いる。ちょっと待って、レベルどうなってる今。いる人たちはとりあえずマックスか。これけっ、やべ、も出撃してくれればな。超でかい。あ、しかも騎馬妹じゃん。これで評価が上がってくれればかなり嬉しいね。やべ、いけ。40も上げてくれた。やべのどこが気に入ったんだ。あ、バイト終わった。早っ。2週間くらいで終わったよね。このチケットってでもいくらくらいすんの。うおすげえ。ちょっと待ってね、これは東雲に行ってもらいたいね。でもしぐれちゃんかーだったら、ちゃんと評価を上げつつ虹谷に行ってもらおう。ちょっとクリスマスは意識しておきたい。
高校生でもね、一月真面目にバイトすればって言っても、そうか、こいつらあれだもんね、部活しながらバイトしてるもんね。そんなに時間取れないか。俺はね、あの高校の時はもうバイト一本だったんで、って言ってもバイトにめちゃくちゃ集中していたかっていうとそうじゃなかったんで、確か3万くらいだったかな、高校生の時は月バイト代が。でも高校生でね、3万円あればだいぶリッチでしたよね。レンチョンのところに行くか、3人吐き出して、虹谷、雷、東雲か。これはちょっとやっておきたい、勧誘しておきたい。できれば年内に揃えたかったけどな、それは今は厳しいか。この3人が全員出撃してくれればいい感じだと思うんだけど、精神組がちょっと遅れてんのか。うわ、虹谷が行かなかったな。これで小筆は大丈夫でしょ。あれ小筆じゃなかった、誰だっけ、入ってないの。あれ小筆って入ってなかったっけ。小筆は入ったんだっけ。なんかわけわかんなくなったっけ。てかマネちゃんだしこれは大穴が来たな、全然気にしてなかった。小筆いるわってことはあとヒカミンだけか。じゃあいいや、ほっとこう。ハートに集中しよう、ハートに。おお、どっちだ、どっちがいい、わからんもうパッと見じゃわからん。矢部と東雲がいるか。すげえ落としてったな。もうレンちゃんはね、ちょっと自力であげるしかないからな。30、矢部お前にかかっている。おお、最大になった。矢部が働いてくれたね今回。ま、一応年内には全員揃ったか。でここはちょっと筋力をもらっておきましょう。ってことはマネちゃんは比較的評価が高いのか。ゴー大凶マジか。ここに3人いるから回収しておきますか。これでエンジェルは全員マックスだね。 OK、 ほい。おお、監督の評価が多分これめっちゃ上がるぞ。スカウトさんとかのね、評価が上がってくれるとかなり助かるんだけど。もう監督評価気にしなくていいね。あ、ドッキードッキー、これなんだ、どっちがいいんだ。冗談でごまかしてみよう盗塁か。体力が若干足りないかな。そうだよね。うわ、こことかいいんだけどな。ちょっと無理だね。 20% はね、かなりきついからな。マネちゃんに任せましょう。選球眼で、ハートが、そうだよね、そろそろ消えるよね。ってことはまた放出をしないといけないんで、エンジェルフラッシュのね、ハートをどれだけうまく回収できるかっていうのもかかってくるからね。今のところエンジェルフラッシュ1回。コツが来てる。キューパーか。回復しつつ回収するしかないか。まあただ次はバレンタインだからね。お、タックが来てるけど、タッ
が来てるけど3人だな。でバレンタイン誰が来る？マネちゃんかな。やっぱり普通にマネちゃんだね。マネちゃんってどんな感じなんだ。んー、まあ悪くはないか。コツプラス、まあ、それなりにハートはあるか。小村ちゃんだからな、一応潰せるチャンサーも読んでいいでしょう。あとは、あと何持ってたっけ。固め打ちとか持ってたっけ。意外性とか持ってたよね。ヘッスラ体当たりムード、まあ、基本となる部分を潰しておいて、あとは余裕があったら取っていくか。コツをくれっていうか、こっちは経験点か。何やんだ。皆さんの評価状況が分かんない。うおー、ここでサボり癖が来るときついぞ。あっぶんね。合宿直前のサボり癖とかさ、マジえぐいでしょう。これは回収しよう。4か、もうマックスだね。でマネちゃんは大丈夫と。他の人たちを気にしないといけないか。体力はでもな、完全にあるかな。練習しよう。3人。うん、マネちゃんか。エンジェルフラスね、3回くらい怒ってくれるとね結構いいんだけど。うん、もうこれはそうですね。こもっててください監督。いいよ監督の評価なんて。結構ばらけてんな。どうしようか。ハートがあるからな、ハートを回収しておくっていうのも、まあ、ありだけど、ただしぐれちゃんの評価とかも上げとくか。ちょっと待って、そろそろ振らないとまずいな、ステータスを。ここら辺はもうどんどん回復していこう。ここも回復しよう。やる気とか上がんないかな。上がった。で2段階も上がった。まずはじゃあ D にして、パワー D までいける。これあいけるね。総力とかは E にしておくか。まあえてね守備とかには振らなくてもいいんだけど。うんー、ちょっとエンジェルもばらけてるか。本野ちゃんの評価が低いね。今野ちゃんまだ告白自体は2回目起きてないよね。ってことはもうちょっと評価上がるのかな。でまあレギュラーになった場合はね、別に試合に出なくてもまあ大丈夫でしょう。お任せしますと。そろそろウイングポットもたまりそうだね。まあ金徳もあんまり気にしなくていいんだけど。いきなり点取られてるし、虹田に変えられてるし、大津高校って近いの。エンジェルで来れるってことは、近いとだってここに来れないからね。そもそも3人が多いね。3人が3人だったらね、やっぱりわりかし吐き出してくれるんでいいんですけど。タックが来てるね。ただまあ3人か。
ちょっとレンちゃん重すぎでしょ。これは何パーセントだ。20か、なんともだな。これ回収しよう。回復しつつ、ウィングアウトはね、最悪気にしなくていいからね。経験点になるわけじゃないんで。ドキドキが来たな。こいつよく言えるよな、本当に。よし、でも13上がった。彼女ができて寝れなくなっちゃったのか。あ、4人来たね。クラスタック、コンノちゃんもこれでだいぶ評価上がったな。告白と練習後はないか。まあしょうがない。また4人いるよ。出すのは出しとこう。コンノちゃんいいね、働いてくれんね。別にコンノちゃんが働いてるわけじゃないけどさ、コンノちゃんって消費体力マイナスあったっけ。意外にね、役立つんだよね。これはちょっとさすがに怪我したくないから安全に行こう。で、最初のエンジェルフラッシュから3ターン経ったよね。もうあと2ターンでできるだけ回収したい。もうここで来るか。まあ5月の初期段階だったらいいか。レンちゃんがちょっとちょっと危険な気がするんだよな。ここやばくね。もうどこもやばいよね。ただちょ、わからん、本当にマジでわからん。振るだけ振ろう。これはもうちょっと肩とかに普通に振っといた方がいいな、消化のために。こんなもんか。でラブパワーが来てるからさ、レンちゃんとかな。いや、こことかもやばいでしょ。ちょ待って、本当に分かんない。これがどれだけレンちゃん回収できるかだよな。最悪さ、評価とかになるからね。レンちゃんの評価上げたいな。レンちゃんの評価上げたいけど、ここやばいね。よいしょ。回復しつついける。オーケーオーケー。まあこういうところも普通に経験点をもらっておきましょう。でここもやばいな。あー、待ってんな。最初のエンジェルフラッシュがもう消えたかな、これで。ただどれが何点とかマジで分かんないからな。あと1回だね。あと1回怒ってくれると。おお、ここで来てくれたか。やべえ、ナイスだ。おお、すげえすげえすげえ。チームメイト評価が下がったっていうけどさ、これあれかな、小村ちゃんの評価とかも下がるのかな。まあ、下がってんだけど、小村ちゃんの評価が下がる意味がわからないな。ちょっとレンちゃんやばいな、これ。一回ケアしとかないと。もし4になってくれればね、レンちゃんは大丈夫なんで。これってコツだけだったっけ。ああ、そうだな、下でもよかったかもね。レンちゃんが大量に落としてくれたけど、一倍もと評価を上げておこう。で、6月か、最後のスパートだね。超イケてる。これは4回練習できんな。このイベントもね、何気に経験点入るし、30くらい入ったよね。
うんうん、オッケーオッケー。どこだ、この3つか。スカウトさんのところに評価アップがいってくれると嬉しいね。はなかったか。ハートか。今のハートは微妙なんだよな。今浮いてるハートがどれくらいあるかだね。どうしようか、美術にしよう。そりゃ金徳ってなくなった消滅したかな。距離が下がっただけだ。一回吐き出すか。マネちゃんの評価も上げておきたいしね。ここで残り2回。マネちゃんはもう完全に乗ったな。 OKOKOK。 よしよしよし、やる気も一応上げてくれた。残り2回。これはハートの回収に行こう。うわー、ハートの回収に行きたいけどさ、え、どっちがいい。ここを回収するかさ、1回出す。最後の最後にコンノちゃんの評価も上げられるからね。いやー待ってよ、でももうもう回収、これで回収していいと思うんだよね。いや、で、あのでっかい赤いハートを次取って最後迎えましょう。もう一旦ね、早く来てくれればね、エンジェルフラッシュが良かったんだけど。30敏捷ポイント、あ、ここだ、ここにしよう。てか精神がもう700あんのか。さてさてさて、じゃあ最後はデートで評価を上げていきましょう。パワーはね、欲しいよね。一応総力も上げとくか。なんか能力的にあんまり経験ってどう伸びてる？まあ伸びてる感じがしないんだけど。まあいいか、とりあえずこのまま。乗ってない人。じゃあ一回ずつデートする？完全ゲスだよな。あれ、レンちゃん大丈夫なんだっけ。これ練習を見た方がいいのかな。でももう7月入るとね、なんか追加がね、なかなか入らないからね。まあ確実にデートで上げていくか。このメンツだったらデートで上がらないとかないよね。お待たせ。パワーヒッターとかないんだ、そういえば。近取りするか、パワーヒッター。まあ、B あれば全然いいでしょう。 A に持ってく筋力を使うか、パワーヒッターを取るか、どっちかだよね。さすがにパワーひなくても全然大丈夫だけど、後の方に行くとね、やっぱ結構きついからね。まああとは広角打法を取るかどうかだね。一応練習見る。じゃあ今野ちゃんは乗ったか。ってことはまあ普通に行こう。1回ずつデートしよう。騎馬元、まあ、この際ね、別に空デートだったとしても評価は上がるんで。で、お出かけデート。騎馬元まだか。どうする、確実に狙ってく。ちょっと、いや、しぐれちゃん1回
回やろう。もう一回デートできるからね。すごいよね、試合の合間に3人とデートするとか。パワー引き取れるっちゃ取れるね。広角にしとこう。一ノ瀬はね、変化球がちょっと多彩だからね。4球種持ちだから振り遅れる可能性があるんで。ツーアウトランナーなしという場面で松並投げた、きたー、まあ別に振り遅れないけど今のは。天空リードで迎える3回です。先ほどホームランを放った松並、球速はねやっぱね140ちょっとあたりがね一番打ちやすい。ました、ボール、ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライク。130何キロとかでもね遅すぎるし、140キロ台だったらね変化球をねまだね見て対応できるんで合わせられるっていうか。第2球打った、宇宙側の取って、おーさすがだね、鉄壁だ守備が。天空リードで迎える8回です。そしてもう怒りに向かってる。今日2本のホームランを放っている松並、打った初球打ち、松並ヒットを放つ天空、まあ、経験点は大丈夫でしょう。もうこれは最後までいかないと9戦は乗らなそうだからな。ちょっと怪しいよね今の段階だと。どうしようかな、騎馬元にしとく。お海にしよう。4、うん、これで騎馬元大丈夫。てか4とかだったらそもそも大丈夫なんだっけ。しぐれちゃんがと出てくれるかどうかだないねえし。どうしようか、スカウトさん評価上げていく。一回メンタル挟まないとダメかな。エピローグ経験点はマックスで欲しい。ねちょっとパキタ取ろう。あとはヤンダとか一応取っとく。粘り打ちも取っとこう。チャンスメーカーも取っとこう。騎馬妹とはデートしてないからよし、こんなもんでいくか。キューチとかもねあればあれで役立つからね。お待たせ、バッター松並、ボール投げました、ボール、はい、チェック来ないか、ギリギリだ。カウントは2ボールノーストライク。宇宙間へ持っていきます、掴んでこれです。おお2点入れられてるよ。で迎える4回です。そして誰も松並打ってくんない。打ちました、痛烈、いった、入った、ヒット2本か、抑えられてんね。先ほどホームランを放った、これはいい当たりだ、入れば同点だ、入った、ヒット3本かちょっと待って、何としても得点、ヒット4本だよ今日2打席連続で。俺のやつ合わせて4本だからね。もうここでなんとかするしかない。まだ周遊投げてるのか、11回まで投げてるなんて。スタミナ D のくせにめちゃタフだな。それだけ抑え込まれてってことだよね。苦戦したのは天空中央。ここで周遊に完全に抑え込まれた。しぐれちゃん、レンちゃん大丈夫、ちょメンタルで回復しておこう。なんか練習してしぐれちゃんが現れて、うわ練習できねえとかになると最悪だからな。激闘蛇島とか出ないかねめちゃくちゃイベントとか良くなってさ、めちゃくちゃ強くなったらさ、お待たせ、さあ先制のチャンスを迎えた。蛇島なんてもうみんなミキサーしてるでしょ普通に。天空リードで迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、これは広角な方があってもちょっといかなかったか。
天空リードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁と打ちました。痛烈いった入った逆に今回頑張ってリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている松並、スライダーボール、コントロール F か、打った当たりはレフトバック、これがヒットになります。松並ツーベース天空よし、まあ最低限決勝まではいけたと。あとね最後ね経験点消化しておかないとエピローグで溢れちゃうんで、まあ、この経験点だったら溢れないか。なんか打ちやすくなるやつ、打ちやすくなるやつね、初球とか、あとはほかほかほか、上り上司窮地、筋力が足りないね、ミートを A にするには。待って、こんなもんでいっか。しぐれちゃん、しぐれしぐれ、いたー7、どうだこれでマックスに乗ってくれればな、いいんだけど。もうあんな高校生いないだろマジでおっさんすぎだよ本当に。328でしょう、まあ大丈夫でしょう。さすがにエピローグ経験点だけじゃもう溢れないよね。お待たせいたしました。天空同点のチャンスを迎えました。ここも勝ってない、少しでもツーアウトランナー2塁という場面、しまった、カットボールか、手を出してしまった、アウト。同点で迎える3回です。バッターは松並、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。タックルはちょっと見送って、投げました、入ってくる、見送ってボール、カウンター2ボール。第3球を投げました、これだ、いったー、まず1本。天空追加点のチャンスです。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で松並入ってくるね。第2球投げた、うわ、しまった、少し迷ったか、ストレートか、ちょっとねカットボールとね悩んだ今。投げた、ボール、アウトローへ、カウントワンボールツーストライク。第4球を投げた、空振り三振、うわ入れてきたか、のストレート、天空あと1本打ちたい。7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、これはナックルだから見送るでしょう。もうスタミナがないね、投げた、危ない球、スタミナないくせにナックル投げてんのか。第3球を投げた、あっと、いった、無駄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 、天空、いやまあ最低限2本打てたから84か、まあそれでもいいでしょう。ここで20ポイントもらえるんで。だとしぐれちゃんよ、しぐれちゃん、おーし1位、ちゃんだって絶対大丈夫でしょ。こいつらさよくさこのエピローグのさ時間帯がかぶんないよねまず今野ちゃんのところ行って、騎馬妹のところ行ってみたいな、でしぐれちゃんのとこ行って、マジカスだなこいつなんで他の人に目撃されないんだ。わあしぐれちゃんやっぱ足りないわ、40か。まあマネちゃんはね大丈夫だから、でさらにホムラちゃんもくれますと。気迫ヘッド、あレンちゃんいたわ忘れてた、振ったから忘れてた。レンちゃんをねフラボでお借りしたんで96ですね。これ精神溢れてないよね、96もらえたから大丈夫だよね。意外にくれたな。エピローグが長いねこれだけいるとやっぱり
応エピログ6人いるって6人いるからね。で8400か、まあ、しぐれちゃんがそうだよね乗ったとしてもちょっとギリギリ足んなかったか。まあしょうがない。練習のエンジェルフラッシュが少し少なかったから、もう一回だね、もう一回エンジェルフラッシュが来てくれれば9000は乗ったと思うんだけど、もうとりあえずフレッシュ916って結構危なかったな。基礎能力で振るしかないからね。いや、肩とか守備とかも一応絵にしとこう。で、あといけるのはミートが S にできるか、走力も S にできるか、補給も S にできるか。精神が余ってんな。キャケット一応取っとこう、せっかくだし。逆境、トルアシスト、こんなもん。あとは2人強さ。投資取れる、投資取れねえし、まあいいや。という感じですね。とりあえずちょっと9000は届かなかったですけれども、まあ6またできて、なんですかね、あの井戸端が起きないことを祈るのか。でもね、井戸端ね、もう相当起きるんすよ。井戸端マジで起きなかったことがないんで、それを狙うのはね、結構ストレスになると思うんですよね。だからまあ、井戸端のケアをどうやっていくかっていうところが、天空中央の、まあ、ポイントだと思うんで、一応ね、ちょっとコメントでいただいたね、形だとね、野球マン3号、野球マン3号って、あのイベントでモテモテを、確定でくれるんですよ。でそうすると井戸端が起こる前に全員の評価をねマックスに持っていけると思うんで、まあ、そういうやり方もまあ確かにありだなと、ちょっと思いました。まあ、ちょっと、まあ、いずれにせよ天空中央に関してはまあ何股がいいかいろいろあると思いますけども、彼女キャラはね入れてった方が、入れるだけ入れて、まあ、なるべく早めにねエンジェルを揃えて経験点を出すというやり方がいいと思いますので、まあ、これでうまく9000点出せれば、やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。